皆さん,ごきげんようえー、最近ね労働審判の,その相談が来てその動画上げたからまあ労働審判でこんなことがあったよっていうのを話します。で基本的に労働審判でその和解解決をしたら公害とかしちゃいけないしその固有名詞とか出しちゃいけないわけですよ。あの請求をしないとかそういうねお互い不利益になることをしないっていうのがまあ前提なんだけどまあこういうことがあったっていうのをなんかうまくなんか。 あのそのこういうい小ージ出さないのは当たり前で,でちょっとなんかごまかしてあの、まあ、うまく説明します、まあ、その約束を破らない程度にでこういうことがあったんですよまあ数年前の話なんですけどあの、まあ、僕は申し立ててでその際にまあ休業のところいろいろ申し立てたわけですよねで休業のところだけまあフォーカスして話しますで僕はその風邪をひいて あの出勤したらあの職場の人になんか帰っていいって言われたんですよね。でちょっとね体調悪そうだから今日休もうかって言われたんですよ。あの出勤したらすぐ。でそれでなんかなんだかんだでねあのそんな感じで1週間休まされたんですよね。でシフトができ,できてました。でそれであのなんだかんだで4日間 今会社があの具合悪そうだから働かない方がいいって、まあ、数年前、まあ、コロナ始まっていたからってことがあって、まあ、休まされたわけよ一番、まあ、風邪ひいてね会社が休もうかみたいなその上司が言って今日無理だよねみたいな感じであ分かりましたっつって <laughs> 帰ったりとかして、まあ、計4日休みました休まされましたでそのお金っていうのは会社があの業 業務命令、休業命令を出したわ,わけだからあの、そのシフトが、まあ、分かりやすい例で言うと、そのまあ、時給が1000円だとして、えー、10時間労働だとして、まあ、10時間労働っていうのはありえないんだけど、まあ、だとして、あのらその60%だから6000円払わなきゃいけないんだよね。6000×4 じゃないですか、2万4000円払うべきなわけよ。 でも会社はそういうのを払わなかったので、まあ、俺がその労働審判でそのことを主張したら、まあ、会社は、なんか、まあ、帰れとは言ってなくて、なんか、委ねた、うん、どっちにする。で、俺が帰る、休む、選択したっていうわけ、いやいや、そんなことねえからみたいなこと言って、で、労働審判では、じゃあ、それがまあ、そうだとしたら、まあ、2万4000円なわけじゃないですか、自分のことが。 正しかったらねで,でも休んだ休ませたっていうのは認めてるわけよただどういうやり取りをしたかっていうのがちょっとなんかいぶかしげなんですよねじゃあそれでその労働審判員は僕にこう言ったんですよ2万4000円だけど、まあ、会社のホームの言い分もあるからこの2万4000円からちょっとあの下げてあなたにはその受け止めてほしいって言ってきたんですよでも俺は それは納得でできないっって言ったんですよね会社の方が絶対そう言ったわけだし2万4,000円っていうのはむしろ最低ラインだっていうんですよねなぜならその2万4,000円払う義務があってそれ違法してるしで本来はそれがすぐ払うべきなわけじゃないですか2万4,000円をねその時の給料ででも払ってないその遅延延退もしてるし法律も破ってるし でなおかつその自分があのこうやって労働審判申し立てて費用もかけている時間もかけているってことで2万4000を下回るのは絶対おかしいってこれ、ね、3万にしてほしい3万じゃないとおかしくないですかってことをちゃんと理論立ててその場で言ったわけですよそしたらなんか労働審判員の方もそのまあそう、まあ、そういう考えもあるよねみたいなことを言って <laughs> で その時は自分と労働審判員しかいなかったんだよね。会社の方が対立していて。で、じゃあ会社の方にじゃあその3万でって言ってみるよって言ったら、会社の方が3万で飲んだんだよね。ってことで,で、何言いたいかっていうと、労働審判員はそう2万4000から、あの、もしかしたら会社があなたに委ねてあなたの方が帰るって言ったかもしれないから、減らして着地しようかって言ったんだけど、俺は逆に、 いや増やして着地でしょうっていうことを言ったわけよ。ちゃんと交渉したわけ。で、ちゃんとその理由が、あの本来すぐ休業手当を払うべきじゃないか。でも、それがこんなに遅れてるのはおかしいって言ったのと、まあ、ねそのせいであの、自分が労働審判に費用もかかったし、時間、お金もかかっているから、あげるべきだって言って、で、納得させた、説得させたんだよね。それで、会社の方うもそれで、まあ、そう言うならばって言って、受け入れたわけよ。 ってことがあったってことで、ね、何言いたいかっていうと、だから、あの、シン審判員とか、その、ま、イコールも裁判官なんだけど、適当なんだよね、はっきり言って、適当。だから、か解決だから、その、なんて言うんだろうね、その、言いようにまとめたいんだよね。まとめるのが、なんか、モットーっていうか、うん、裁きたいんだよね、その事件を、とっとと。うん、だから、ちゃんと、その、した理論、 であの頑張れば論破できるしその、うん、いい結果を自分で勝ち取ることもできるからってことを、まあ、お伝えしたりまて、あ、これもね運なんだよね相手の弁護士とか相手の会社がすごいなんか強情っぱりだったりとか労働審判員がなんか聞く身を持たない人とかもいるしだからでも自分ではこうやってベストを尽くすってことが大事なんですよ。ででそのおかげで僕は 上がったからってことがありました。とてもありがとうございました。